うんちからお尻が出た。ある夜のこと、いたずら魔法使いの猫太郎が何かいたずらをしようと、こっそりよそのお家に忍び込みました。すると、トイレから何やら声が聞こえてきました。助けて！助けて！なんだ？助けを呼ぶ声が聞こえる。トイレのお部屋に入ると、便器の中に流してもらえずに泣いているうんちがいました。なんで泣いているの？私、お尻から出た後にお水に流してもらえなくて、ずっとここにいるの。それなら僕が流してあげるよ。お尻からうんち、お尻からうんち。うんちからお尻。いいこと考えた。おはようございます。キャットニュースです。最近、いろんなお家のトイレで、お尻が溜まっているという現象が起こっているようです。何やら、うんちをした後に、お水を流さないでいることが原因のようです。テレビの前のみんな！トイレでうんちした後は、ちゃんとお水でうんち流そうね。にゃんみは、今日の朝のうんち、流し、あれ？流したっけ？流してないかも！いやーん、流さなくっちゃ。あれ？僕さっきのうんち流したっけ？わあ、お尻がたくさん！保育園にて。今日うんちを流し忘れたら、僕のお家のトイレもお尻だらけだったんだ。保育園のトイレは大丈夫かな？行ってみよう。トイレがお尻だらけだ。誰かうんちを流さない子がいたんだ。あれ、うんちから出たお尻がまたうんちしてるよ。どうしよう。このままじゃトイレがうんちだらけになっちゃうよ。二人が困っていると、魔女のメルちゃんが現れました。これは誰かが魔法をかけたのよ。こんな魔法をかけるのは、いたずら好きの猫太郎に決まってるわ。猫太郎の魔法は弱いから、呪文を唱えれば誰でも魔法は解けるわ。猫太郎、猫太郎、お魚はお預けよ。わあ、うんちとお尻が消えた。また面白い魔法を考えていたずらしに来るからね。猫太郎、猫太郎、お魚はお預けよ。ふんだ。パンニョン。その後、うんちからお尻が出ることはなくなりました。みんなも忘れずにうんちをお水に流すようになりました。おしまい。